はいどうも、春雨社長です。カーテンをつけるかどうか迷ってるんですけども、一旦ねちょっとカーテンなしでいこうかなと思ってて、で、じゃあどうするのかっていうと、ガラスフィルムを貼ってみようかなって思います。はい、僕が買ったのね、こういうキラキラした光の反射によってこう照明とか日光の光とか、いろんな光によってねこう色が変わるっていうやつですね。で今から貼っていくんですけども、まあ、一旦ねちょっとマスキングテープでここ止めてます。はい、ちょっとざっくりね長さをちょっと調整しようと思うので、今だいぶちょっと長いので、大体の長さ切っていきます。で見てもらったら分かるように、こっち何も貼ってない、フィルム貼ってない方もう丸見えですよね。うん、で半分フィルム、まあ貼ってないですけど、マスキングで留めただけですけど、全然違いますね。はい、はい、今マスキングね上貼ったんで、こんな感じで前の家見えなくなりました。はい、どうなんですね、洗濯物とか干したらどんな感じなんですかね。まあ、くっきりは見えないんでまあいいかなって思うんですけど、でまあこれで下をちょっと長いのをちょっとこれぐらいまで切ると、とりあえず。ちょっとね、縦もざっくり切っておきます。大体のサイズあるように切れたんで、このフィルムの薄いフィルムがついてるんで、これを外していきます。こっちはこういうちょっとデコボコのあるやつなんで、デコボコの方が自分側で、でフィルム剥がした側のツルツルの方をガラスに貼っていきます。でちょっと霧吹きですね、霧吹きに水とちょっと少量の中性洗剤を入れて、でこれを窓に吹きかけます。でこれを貼る前に事前にきれいに窓を拭いといた方がいいと思います。説明書には結構たっぷり、水をかけた方がいいと書いてます。それで貼っていきます。
に注意点が一つあります。定規を当てて、でこっち側をカッター通してしまうと、この酸とガラスの間にゴムが入ってるんですけど、こうやってここをカッター通してしまうと、このゴムまで切ってしまうので、なので反対のゴムをカバーして隠して、でこの定規とガラス、ここの間をカッターで切ると、そしたらこのゴムも切れなくなるんで、はい、間違えないように気をつけてください。ちょっとこれで僕外出てみます。一回で閉めて、うん、どんな感じで映るか試してみます。外からは、ね、全然見えないですね。全然見えないですね。外です。中は全く見えないです。光ぐらいです。中のライトぐらい。まあちょっとね、動画撮りながらやってたんでね、僕40分ぐらいかかってるんですけど、まあまあ撮りながらじゃなくてね、やった30分ぐらいでできたんかなって思います。はい、まあまあさっとね、器用にできる人やったらもう、うん、15分とか下手しそれぐらいでできるかもしれないですね。はい、慣れた人だったら、はい、まあそれぐらいの感じです。うん、30分もあれば両面できるかなっていう感じです。はい、では、この動画が、お役に立てたら幸いです。はい、今回の動画役に立ったよっていう方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ではまた。